も含めたの来日ということで、本日もやる気じゃん。ヤクルト側から挨拶ガールの一発が出ました。アデロリン・ロドリゲス、ファンの前で第1号ホームラン。4対0です。打球の速度は177キロ、飛距離は128メートル飛んでいきました。中に入ってきましたね。なぜこう2球目の変更コールを、ね、はい、いい形で空振りしてるんで上げてしまったのかというところですけども、はい、ロドリゲスの、ね、やっぱパワーがすごいですね、やっぱりね。そうですね。あ、お子さんがこのホームランボール取りましたね。